文化放送矢吹奈子のレコメン。皆さんこんばんは、矢吹奈子です。毎週水曜10時からのレコメンは私矢吹奈子が担当しています。今週もよろしくお願いします。なんと今日9月27日は文化放送で放送中の内田理央のレコメンフライデーを担当している内田理央さんの誕生日だそうです。おめでとうございます。あのインスタに載ってた小さい頃の写真、もうめちゃくちゃ可愛い。これ何歳ぐらいなんだろう、3歳とかかな。いやー、もうすでにね、顔がもう出来上がってません？もう内田理央っていう顔になってますよね。すごい、私のこんぐらいの時ってどうだったんだろう。いや、すごい眉毛もキリって綺麗にあるし、私なんて眉毛ボーボーでしたからねいやー、めちゃくちゃ可愛いです。あと一回もここでもお会いしたことないですし、そうドラマとかで見させてもらうぐらいでしかなかったから、いつか共演もねできたらいいなと思いますね。あと今日の放送前にレコメンパーソナリティのインタビューがラジコのニュースにアップされたので、まだ見てない方はねぜひ見てください。あの放送前のルーティーンとか結構みんな細かく書いてるんですよ。で私も書かせてもらったので、まあ私休みの日のパターンで書いたかな、確か。そう、休みの日はこうしてますっていうパターンで書いたので、よかったら気になる方ね、皆さんぜひ見てください。そう、大喜利に挑戦してみたいって、まあ、書いたんですけど、まあやんなくてもいいかなっていう、 あ、そうですそうです、吉田純人さんみたいに皆さんから聞きたいですね。ツッコミ担当しようかな、じゃあはい。いやー、すごいですよね、皆さん鍛えられてるんだろうなあ、放送終わってから晩酌してるって書いてました。あ、まあありますそういう時も。まあ次の日が早くなかったら、あ、でもあの次の日ラビットで5時起きの時もたまに飲むんですけど、飲んでから3時間後に起きてんですよでそれって抜けてんのか分かんない大丈夫かなまあでも全然元気に放送できてるので、なんならそっちの方が調子良かったりするんで、違いますよ、ちゃんと抜けた状態で行ってますよ。いつもレッドブル飲んで、もう翼生やした状態で行ってるから元気なんだけなんでそう、でもね、そう、晩酌したりしますね。今日もするかな、どうだろう、うんということで今夜もリスナーさんのおすすめのアイス食べていきたいと思います。なんとオープニングアイスは今夜で最後なので、もう皆さん一緒に食べるのは最後ってことですね。まあ、また機会はあるかもしれないですけどね。はい、今日のアイスはラジオネームエイちゃんのおすすめのハーゲンダッツ花もちシリーズの抹茶あずきです。このアイスはほのかな香りの抹茶アイスクリームと上質な味わいの粒あんが入ってて、そして柔らかく伸びるもちもちのお餅が入っています。花餅シリーズ2年ぶりなんですね。なんか毎年出てるイメージだったけど、1年開けてきたんですね。はい、今開けてみますね。あ、そう、10分前に出してたので、お、結構いい感じに溶けてるかも。なんか待って、なんか私の想像してたのと全然違う。お餅が白い、なんかもともと、あ、あれか、きな粉がかかってるやつしか食べたことなかったのかな。すごい、しっかりお餅と粒あんがバンって乗っかってますね。じゃあ全部一気に、お餅と粒あんと抹茶一気にいただきたいと思います。そして今日はなんとスプーンを持ってきたんですよ。シズリーナ新井さんにいただいたこのハーゲンダッツの限定のスプーン、買えない限定のスプーン、これでいただきたいと思います。いただきます。うん、うん、革命起きてる美味しい。あ、待って、やばい、日本一アイスクリームかもしれないあ、いや世界一今のところ。え、やば、美味しい。このね、抹茶にめっちゃ合います。うん、小豆もお餅も
なんか、ハーゲンダッツの抹茶ってすごい、なんか甘いんだけど、その、なんていうの、本物の抹茶感、その、ほんのり苦味もあったりする感じが、めちゃくちゃ合います。で、あんことお餅は結構甘いから、うん。最高の組み合わせですね。え、これ美味しい。花餅シリーズ、今まで、みたらしくるみが1位だったんですよ、私の中で。そう、みたらしくるみめっちゃ好きだったんですけど。いや、更新しちゃうかもな。そのハーゲンダッツの中でも、もともと、抹茶と、マカダミアの2択だったんで、いや、やっぱ抹茶が好きなのかな？ハーゲンダッツの抹茶がめっちゃ好きなのかもだけど。めっちゃ美味しいです、皆さん。まだ食べてないという方はね、ぜひ食べてもらえたらなって思います。ということで、ごちそうさまでした。オープニングアイスのコーナーはこれで最後となります。来週からはお家で食べてから来たいと思います。はい。ということで、アイス好きとして、今度は私から、アイスをおすすめしていきます。皆さんこれまでねアイス情報ありがとうございました。それでは始めていきましょう。矢吹奈子のレコメン。改めましてこんばんは、矢吹奈子です。文化放送矢吹奈子のレコメン。この時間は文化放送をキーステーションに HBC ラジオ、秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、 KBS 京都、ラジオ関西、南海放送の皆様に向けてお送りしていきます。今夜は11時台に AKB48 から小栗ゆいちゃんが生登場します。いや、同じ48グループではあったんですけど、意外と二人きりでお話しするタイミングとかもあんまりなかったので、今日どんなねお話ができるのか今からワクワクしてます。そして11時30分頃からはモデルのぬくみめるさんがパーソナリティを務めるめるるのハッピースルームを放送します。そんな今夜のメールテーマは、ほにゃららじゃなかったら。今夜のゲスト AKB48 の新曲アイドルなんかじゃなかったらにちなんで、〇〇ほにゃららじゃなかったらという妄想やエピソードを送ってください。例えば、深夜勤務じゃなかったら毎日飲みに行けるのにとか、今の職業じゃなかったらこの仕事やってみたかったなとかですね。いや、私もこの職業じゃなかったらバイトしてみたいです。今までバイト経験なくて、小学6年生からもうアイドルやってたんで、一回もやったことないんですよ、バイト。もうコンビニとかでも働いてみたいですし、あとやっぱアイス好きなんで、サーティワンとか、まあコールドストーンで、まあ、いや、ちょっと歌いながらちょっとあれかな、なんか技術が結構必要。まあでもサーティワンも、あれめっちゃ大変らしくて、力がめっちゃいるし、やっぱ綺麗な丸作るの多分難しいんでしょうね。そう、だから、でもまあ愛さえがあればできるのかな、うん、あとはまあこのねお芝居やっていったらいろんな職業になれるはなれると思うんですけど、昔からやりたかったのは美容師なりたかったんですよ。美容学校も行きたいと思ってたぐらい。そう、だからやってみたいのと、まあ普通に働くのは無理だけど、仕事としてとか一日だけとかだったらメイドとかやってみたいですね。まあ振り切って、なんかもうその時だけやってとか言わないでくださいね。なんか今なんか今めっちゃなんか言いそうになってませんでした。いやー、なんかそう、ふざけてはないんですよ。もちろんそれが真剣にやってるんだろうけど、なんかスイッチ入れないと無理だから、仕事の時かもう1日限定とか集中してできる時にならやりたいですね。はい、ということで、そう、そんなねメールテーマ、まるほにゃららじゃなかったらをぜひ皆さん送ってください。メールアドレスはreco@joqr.net、 reco@joqr.net、 レコの綴りは RECO で全て小文字です。テーマメールの他にも番組を聞いて気になったことや私へのツッコミメールなど、どんなことでもいいので気軽に送ってみてください。また X で番組の感想をつぶやくときは、ハッシュタグカタカナでレコメンをつけてつぶやいてください。
またレコメン公式 LINE もあります。番組情報などを発信しているのでぜひ登録してみてください。それでは矢吹奈子のレコメン、今日も最後までお付き合いください。ここで1曲、ボーイズグループトレジャーの新曲をお送りするのですが、メンバーのハルトさん、アサヒさんからのコメントも届いているので一緒に聴いてみましょう。どうぞ。ファイトトレジャー、レコメンをお聴きの皆さん、パーソナリティの矢吹奈子さん、こんばんは。トレジャーのハルト、アサヒです。イエーイ。ボナボナジャパニーズバージョンが9月25日に配信されました。ボナボナはですね、サビのインパクトあるブラスサウンドとマーチングバンドを連想させるドラムビートが合わさっていて、圧倒的にスケールアップしたダンス曲になっています。強烈な運命に惹かれ、堂々とした姿で突き進もうとするボナボナの世界観を日本語の歌詞で表現したので、ぜひ注目ください。2023トレジャーファンミーティングハローアゲインが開催中ですが、初めてのファンミーティングはいかがですか？そうですね、ファンの方との距離がとても近いので、ライブの時よりもコミュニケーションが取れるのもすごい嬉しいですし、今回初めてメンバーがですね MC を務めるので緊張もしますが、毎回楽しくてあっという間に過ぎてしまいます。11月12日日曜日には東京ドーム公演もありますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。ありがとうございます。さて、水曜レコメンパーソナリティの矢吹さんは大のアイス好きだそうですが、僕が好きなアイスはですね、はい、日本やったらピノ、なるほど、韓国だったら、フモサマンゴーってやつがあるんですよ。好きです、ね、たい焼きみたいなアイスがあるんですけど、ずっと食ってますね。はい、それです。サイ、はい、さん、僕ですか？はい、僕はまあパピコですかね。パピコ、はい、パピコ大好きです。日本の爪にメッセージをお願いします。いつも応援ありがとうございます。ボナボナジャパニーズバージョンもたくさん聴いてくださいね。またすぐに会いましょう。ハルトさん、アサヒさん、ありがとうございました。ということで、お二人の好きなアイスを紹介してもらったんですけど、日本だとピノとパピコ、いいですね。あと、韓国で、たい焼きの形をしたアイスおすすめって言ってたんですけど、私のおすすめの韓国のアイスは、いちごのソースが入ったミルクの味のアイスに、周りに砕いたチョコのクッキー、ブラックモンブランの周りについてるやつみたいなのがかかってるやつがあって、それがめちゃくちゃ美味しいですね。テジバーっていう名前で、豚バーっていうんですけどそう、なんかピンクだからっていうので豚っていう名前なのかな。そう、テジバーっていうんですけど、美味しいのでおすすめです。皆さんぜひ食べてみてください。ということで、お送りしたのはトレジャーのボナボナジャパニーズバージョンでした。今のは日本語で、君が好きなものは何？教えてって意味です。文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。メールが届いているので読みたいと思います。神奈川県たかちゃん、油、ゲドン、石油王さん、ありがとうございます。奈子ちゃん、こんばんは、こんばんは。オープニングアイス終わっちゃいましたね。実は来週からエンディングアイス始まるんじゃないですか？お、どうかな？ないかな？どうかな？まあ、いつかあるかもしれないですよね。エンディングアイス。どうかな？まあ、やりたいんですけど、まあ、またね、違う形でできたらと思います。続いて、長野県ラジオネーム、曇りのち雨さん、ありがとうございます。なこちゃん、ぜひ木曜レコメンの大喜利一緒にやりに来てください。あと、定期的に妄想コーナーもやっているので、その時にもゲストに来てほしいです。妄想コーナーってどんな感じでやってらっしゃるんだろう。妄想を喋るんですか？あ、みんなの妄想エピソード面白そう。どんな、みんな想像力すごいのかな木曜リスナーの皆さん、どうなんだろう。いやー、行きたいですね。なんか、行きたいですし、逆に来てもらいたいですし、なんか、交流あんまりないんですよね。なんか、その、意外とない気がするんで、ちょっとね、いつかできたらいいなと思いますね。はい、ということで、ここでレコメンからお知らせです。木曜日、吉田仁とのレコメンが、今週9月30日土曜日に公開録音を実施します。場所は東京スカイツリータウン4階、スカイアリーナ。吉田さんは当日16時に4時ですねに登場します。
ゲストはお笑いコンビのなすなかにしさん。観覧無料なのでぜひ皆さんお越しください。そして文化放送では文化放送のラジオ音源を使った公式切り抜き動画プロジェクトがスタートしました。レコメンでも22時台23時台の時間を対象に切り抜き動画クリエイターを募集中です。選ばれたクリエイターはレコメンを自由に切り抜いて動画を作ることができ、さらに収益はリクエイターにもクリエイターにも還元されます。レコメンを切り抜いて動画をバズらせたいという意欲がある方、ぜひご応募ください。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。それではこちらのコーナーです。初めてはレコメンです。私がまだ経験して、なんかすごい今日噛みますね。落ち着いて落ち着いて私がまだ経験してなさそうなことを募集するコーナーですが、なんとこのコーナーも今回で最終回です。はい、ということでどんなことをやってみるかな。あ、そう、改編になるんですね。いろいろとね、変わっていきます、これから。はい、最終回ということで今日やってみたいんですけど、メールが届いてますね。東京都ラジオネームグミスケさん、ありがとうございます。先週おばあちゃんみたいと言われていたなこちゃん、こんばんは。こんばんは。そんななこちゃんは最近体力テストをしましたか？ちょうどスポーツの秋だし、ラジオで体力測定はやったことなさそうなのでどうですか？ということなんですけど、本当にすごいやるんですね、これ。体力テスト、ラジオ、まあ確かにドラマでは18歳役、もうほぼめっちゃもう撮り終えてるぐらい撮ってるんですけど、体がちょっとずつやっぱ衰えてはきている感じはします。やっぱアイドル卒業して、本当に動く機会なくなって、なんか体の太り方とかもなんか変わってる気がしますもんね、やっぱ。そっか、頑張ろう。ということで、今からね、スタジオで体力テスト3本勝負をしたいと思います。計測するのは、握力、上体起こし、反復横跳びです。私が22歳なんですけど、番組ディレクターさんが25歳でほぼ同世代なので、どちらがより若いか対決していきたいと思います。3本勝負で2勝した方、まあ、2勝以上ね、勝った人が、2勝以上勝った人がね、2回以上勝った人が、来週放送前にアイスの差し入れをすると。スタッフ全員分ですか？これは頑張らないとなぁ。1,2,3,4、まあ、自分合わせて5,6,7ぐらい。マネージャーさんも、うわー、頑張らないとな、これは。もうディレクターさんはもう終わってるんですもんね。ということでまずは握力から測定していきます。ちなみにディレクターさんは 25.7kg らしいです。ちなみに20歳から24歳の平均記録は 26.84kg。 なんかもっといける気がするんですよね、私。超えちゃうかもしんない。やるのは、マジ肉調査隊？なんだっけ、ラビットのマジ肉調査隊の時に、なんか29ぴったりに合わせられたらっていうのではやったんですけど、力加減しすぎちゃって、いかなかったの。10何とかしかいかなかった。でも今日は本気でやるんでね、右手でいきたいと思います。利き腕でいきます。せーの、ふーまだいけるー。 OK。 結果は 24.3。 最悪だ。待って、出だしからこれですか？ 24.3？ということで私の握力 24.3kg、 ディレクターさん 25.7kg で、ディレクターさんの勝ちです悔しい。やばい、じゃあもうあと2個頑張んないとじゃないですか。次上体起こしですよね。いや、なんか上体起こしって反るやつかなと思ったんですよ。違ったんですね、これ。腹筋なんですね。30秒間で何回腹筋できるかを測定、計測します。ディレクターさんの記録は24回。結構多いんですよ。ほぼ1秒に1回ってことですよ。で、さっき聞いたら、筋トレは結構してるって言ってて、私全くしてないからどうしようと思って。
でもちょっと最近お腹がぽよぽよしてきてる気がするから、ちょっとこの機会に腹筋できるの嬉しいですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。あ、ちなみに20歳から24歳の平均記録は21回だそうです。よし、伸びるの、よし、あ、ポキポキ、もう足がポキポキ言ってますもん今。待って、いけるかな。うわ緊張する、これいきますよ、よーいスタート。え、どこまでですかこれ。肘つかないと、はい、あー、ラジオで何してるんですかこれ。ねえもう負けたじゃん。最悪だ。もう最後やんなくていいですかこれ。待って、私今20回でした。え、ディレクターさん24回。負けた。平均にも読んでないし、読んでないし、最悪だ、負けた。反復横跳びやるか。え、これで勝ったら、あのよくあるじゃないですか、バラエティって最後だけ何ポイントみたいな。最後だけこれ5ポイント制じゃないですか、やっぱいいでしょうだそうです。なんかすごい自信があるみたいですね。え、次反復横跳びなんですけど、左右1メートル間隔に引かれた線を20秒間で何回超えられるかを計測します。ディレクターさんの記録は46回です。なんでそんな上手いんですか。なんでそんな運動神経いいんですか。あ、でもね、平均はね47回らしいですね。うわ、これはいけるかな。足結構筋肉ある気がするから。疲れちゃった。休憩もなしで行くんですもんね。まだなんかちょっと足プルプルしてる感じするけど。よし、あ、そうですね、ストレッチちょっとしてから。え、これ本当に1メートルですか。広くないですか、なんか。うわ、いけるかな。え、やばい、なんか足いいですか。こうですよね、はい、タン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 、はい、やめとこう、はい、いいですか、いきますよ、よーいスタート。さっきのがタタンタタン、もういい、きつい。負けたじゃん。え、めっちゃ頑張ったと思ったのに。記録は43回。ディレクターさん46回。0勝3敗何この音楽。やだー。待って、強くないですか。めっちゃ強い。待って、私全然体力なくないですか。どれも平均を呼んでなくないですか。え、平均も言ってないの。惜しい、惜しいとは言っても、え、どうしよう、運動しようかな。え、まだ息切れてるんですけど私。ということで、あ、え、あ、え、え、アイス別にあのピノのあの箱とかでいいですか。みんなで分けません。なんでハーゲンダッツ。本当にみんなの好きなものにしましょう。じゃあアイス、本当に好きなやつにしましょう。じゃあ考えときますね。あの200円以下にしましょう。200円以下。ハーゲンダッツ300何円ぐらいするんですよ。美味しいんですよ。それは分かってるんですよ。みんなで美味しいアイス食べましょう。まあ、皆さんね、分かってますよね。怖い。何ですか、それ。本当に好きな
なやつにしましょう、じゃあ、本当に。自分の食べたいの、してください。はい、ということで、初めてはレコメンです。これまでたくさんのメールありがとうございました。今後も初めてのことがあればね、レコメンで、随時報告していきたいと思います。負けてしまったけど。うん。最後の最後に最終回で負けて終わったけども。まあでもすごい楽しかったです。ありがとうございます。それではここで一曲聴いてください。ジャムズコレクションで夏ときめいちゃいまする。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン。今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net。ドットネット。ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送、矢吹奈子のレコメン。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net。ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。いや、あのね、気づいたんですよ、なんで私が負けたか。今日スカートだったから、ワンピースできちゃったから、動きづらかったんですよ、やっぱ。うん、だから負けちゃったかなって。でもスタッフズボンで来てくださいって言いました。ズボンで来てくださいって先に連絡しました。確かに言ってたわ。昨日来てたわ、そういえば。ちょっと待って、しかもなんか今日この前にちょっとあの立ち稽古、あのなんかそのドラマの方のそうなんかあったから、その役でスカート履くから、まあスカートの方がいいかなと思ってスカートで行ってて、でその後にちょっと間時間空くから一回家帰れますよねって、その服着替えるタイミングありますよねみたいな確認してたのに、そこまでしてたのに忘れてた、そのまま来ちゃった。あ、そうだった、私のミスか。まあまあもう一回やりましょうよ、半年後とかに。そん時までにちょっと頑張って筋トレ、あ、違う対決でもいいのか、確かに。なんか脳トレ系ちょっとここでするの難しいかな。いやでもいけるか。私脳トレ系はね大好きなんですよ、昔から。ナンプレとか今でもやりますもん、携帯で。ナンプレめっちゃ大好き。ナンプレなら絶対勝てる。やります、行きましょうよ。ちょっとな、ナンプレじゃなくてもなんかその謎解きとか、なんかちょっと頭を動かす系、頭柔らかいくする系のなんかで対決したいなって思いますね。はい、ということでこの後は CM の後は AKB48 の小栗ゆいちゃんが生登場します。矢吹奈子のレコメンでは引き続き皆さんからのメールを募集中です。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net です。この後ゆいゆいにいっぱいいろんなこと聞いちゃいます。時刻は間もなく11時です。